いや、ガドゴリさんそこ定位置すぎん、ガチで。アクセラレーター、アクセラレーターいいんじゃん。今を大切にしろさんと、あ、みんな、つい時を超えて、君を愛せるか、が今流れてる。クズスケですね。ボコるぞ。ボコるぞ。かっこガチ。穏やかじゃないですね。いや、今を大切にしろっていう言葉自体が穏やかすぎる。ジャンプで逃げる感じか。暴れていく。マジでそれ空母当たんの。ほっほっほっ。やべえ、 85% 困ってきた。引きくるまい。ちょっと待って、出せねえ。空への復帰阻止とかマジで。視聴者の方はもしかして、そちらこちらこちら、フグスケ、今を大切にしろさん、視聴者の方でしょうか。俺あの負けれねえんだこの試合、わかるかな意味。あの俺負けれねえんだ、俺これこの試合に勝ったら俺プロポーズするって決めてるから、わかるかな意味。ではならない。天の声聞こえてきたけど、いや多分これ視聴者の方やから、烈キャンミスった、烈キャンミスったって。なんか悲しい未来が見えるんだが、やっぱタイルさんやね。はい、対戦よろしくお願いします。おっと、しっかりとガードしていく。えぐい、受け身、ちょっとこっちか。いや今の下投げでよかったな。うわーゴン見た今の、ちょっと今急降下入れてコマをさ、いやこっから勝つ俺は。逆転の男、逆転のフグスケ、逆転の発想。ここ2発そんな動き知らんないけど、あこの負けてる状況下であの攻めたタクは取るべきではなかった。ほんとごめん。 OK、 コマ飛んでくる。クーエヌ、クーエヌさ、一応処理方法としてはこっちか。いや、コマはあそこに放置。うん、めくれん。オッケー。キャッチ。ほっ。あ。勝て。マジで俺にはもうここで、うわーうわーうわー、ういえ、ヒットストップ、ガード、くっそ負けるんかい。お前質量保存の法則知っとる。オッケーオッケー、187%、まだ参える、絶対参える。本当にそんなコマでバーストみたいなことはやめてくれ、絶対的に参える。あ、こっから、うわ、あ、危ねえ、うほらほら、
粘りの受験戦争でも粘りが一番大切っていうことを知ってる。誰だ1ミリでも俺が負けると思ったの。エンターテイナーフグスケ、ここに爆弾。ほい。嘘。最終的には視聴者を倒して勝ちましたと。あー、トーナメ一発目から優勝か。平常運転、平常運転と。ミッチーさん対応です。しゃ、集中しろ。あ、もう火から入ってくるのは知ってることやん。しかもあんまなんかずらしサボったっていう。あー、伊達じゃねえ。マジか、つかめんか。ちょっと待って、嫌な予感しかせんないけど。いや、誰が嫌な予感やねん。やかましいこと言うな。本当に勘弁して。捕まえて、こっからの読み合い。読み合いとは、うわ、これジャンプないんちゃう。よし、俺はこっからいつでもそういう逆転、逆転を、そういう逆転を俺はいつでもしてきた。見えるか、俺のこのキレに渡った、キレ渡る動きが。あ、そんなことした。ミッチーさん助けて。あ、やべ、逆やった。ちょっとゲップ出た。いや、もう炎も、これはね、クッパはちょっとこう斜めぐらいから。ああ、そっちね。うそやろ、何その新手のダウンレン。あーあーあーあああ。だがみんな、俺を負けると決めつくるのはまだ早いぜ。その場し、よし、 106%。 さっきより178%からちゃんと、あの、これね、めくれるのよ。オッケー、来た。回避、回避は取ったけど、やばいやばい。いや、もういい、 170% まではいいわ、うん、そこまではいい。本当に横火だけはやめて。いやいや、でけん、へんべく、へんべく、へんべくからの火来る。そんな寝ぼけたことしとうまい。次のトーナメントに潜ります。